巨人の投手はそのうち落ちてくる。打てない打たれるで B クラスは間違いない。その通りやろこれ。横浜の打者は下触れてるだけやからね。上触れてるって球のことか調子のことか抽象的な予言みたいでわけわからんぞ。実力に対しての現状の成績やな。堀田はさすがにおかしい。重力が重いボール投げてるやろあれ。巨人の攻撃時と同じボール使ってるんじゃね。堀田はファンですら濡れスポ戦やと思ってるやろ。高橋霊は早くも怪しくなってきた。上触れてるを通り越して異常だよ。指標クソ悪いもんな。捕手の存在は偉大だねー。今調子悪いなら上がってくるし、調子いいなら下がってくるって至極当たり前のことやん。確かにそう。巨人の投手陣はシーズンが進むと落ちてくる。去年も明らかに後半の方がピッチャー良かったやん巨人。でも阿部はマシンガンしないから。昨日もバル投げさせないで西舘高梨泉で終わらせた。大城がいなくなったら終わる終わるうるさかったけどいなくなった方が調子良くなったよな。グリフィン、メンデス、中川、大勢とりあえず4人本調子なら1軍のやつがいないんだから上がり目まである。巨人ファンすら懐疑的にならざるを得ない。指標なんか関係ないよ。結果が全て。飛ばないボール硬い内野守備だから日バビを低く維持する可能性なくはないか。ヤクルト以外の去年良かった打者が調子落としてるのもあんじゃね。打線も良くなれば完璧。ご視聴ありがとうございました。